よっしゃい、よっしゃいわっしゃい、よっしゃー。はい、風です。風邪を引いてみました。ありがとうございます。松本教会です。毎年風邪をひいた、風邪をひいてみたいうのを撮ってたんですけども、今年は撮りません。ですが、飯は食う。風邪をひいたら飯を食う、うん、とりあえず飯を食う。これはね、私のね、病気を治すね、コツですね、うん。まあ、風邪をひくなよその前にみたいな、体調管理ちゃんとしろよ言われ、それまでなんですけども、うん、これ結構ね、ちゃんとした儀式に行ってきたのに、なんでその日から引くねんみたいなね、うん、嫌がらせか神さんみたいなね、戒厳の風の神さんだなみたいなね、うん、言うとりますけども、戒厳飲んでません。よし、ということでね、風邪をひこうが飯を食う、何を言ってるかよくわからなかったもとりあえず食うということです。よし、こう、よし、こう。でね、カプサイシン足しといた方がいいからね。唐辛子はちょっと多め、うん、こっちも多めということで、風邪をひいても食べるパテモサはカツ丼大、カツ丼大、どん兵衛、コロッケ2個、風邪をひいても食べます。だけどね、風邪ひいたからって食欲落ちるんだよね。俺インフルエンザでも食欲落ち、まあインフルエンザ基本的に食欲落ちるのかな、どうなるのかな。ただおかん、うん、頭痛、鼻水、喉の痛み、うん、完璧やな、完璧に風邪やな。いただきます。あ、うまいな、これ。あったかいな、うん、あったかい、最高やな。うん、自然で、自然というかね、野生でも多分そうやと思うねん。弱ってやっときゃね、飯食ってね、そーっとしとりゃ治んのよ。うん、うまっ。生きていくに一番大事なのは飯だと思うね。食うという、うん、食らえと、うん、ハンマーユージも言うとったら、うん、うまいな。全てはね、俺のね、エネルギー、コスモにね、うん、してやるんだと、うん、うん、うまい。何やねん、この卵のとこだけどうまいもんな。うん、うん、猛烈、うん、
食欲は落ちひんな俺な、風邪ひくと味覚に食わな思うもんな。風邪とかって薬飲んだし治るってものもないやん。あのタミフルとかあんなん以外にない限り即効性はないやん。そう考えたらやっぱ結局薬より飯かなみたいな。まあスタックイブ飲んでっけど、いろいろと受験に勝つとかな、勝つわとかね、イベントやってますけど、私は風に勝つで、勝つぞ。うまいな。腹減ってきたらどっちでも今ね2時や、何も食いてんかったからな。唐辛子の効果が燃焼してきた体が、熱くなるよ。効果あるな、やっぱこの唐辛子。今日スーパー行ったら後ろにね、ピッピちゃん料理焼きそばハラペーニョ&チリチーズあんやけど、あれもう100円で売ってたわ、コンビニで買ったのせっかく、人気なかったかな。これまだ食べてへんのに、まあレビューしてる人結構フィールみたいだから俺はまだ見てないけど、まああえてわざわざレビューする必要もないかもしれんけど、まあ食うたら、レビューしようかなと思ってますね。汗ばんできた。ペガサスファンタジーやな。今日の夜はね、多分まだ風が続いてると思うから。ダベしちゃろう思ってまして、いろいろにもつ鍋しよう思ってね、
ホルモンだからな、ニラとキャベツとね、ホルモン、あとニンニクね、これ置いとこ、ちょっと多分途中で腹減るよな、まあ、熱いね、めっちゃ、めっちゃ近くやん、太陽曲がってるからな、どうしようかな、今ではちょっと置いとこ、これはちょっと後にしよう、よかった、こんだけ汗かいたらデトックスやで、これは水分ね、グリーンだから効率な水分補給、果実ミネラル水分補給、公共財団日本学校保健会推奨、うわ、はい、よっしゃ、今日はもうこれ1本なんでね、晩飯食って早めに終わりだと思います。というわけで、風邪ひきのパテパト協会でした。ごちそうさまでした。食うた、うまいな、これな、体重 10% 未満、この商品のミネラルとはナトリウム、カリウムのことです。ナトリウム、カリウムのグレープフルーツ、レモンのことです。グレープフルーツ、レモンのこと、どういうこと、この商品のミネラルとはナトリウム、カリウムのグレープフルーツ、レモンのことです。いい？どういうこと？ミネラルとはナトリウム、カリウムのグレープフルーツ、レモンのことです。え、どういうこと？全然わからへん。この商品のミネラルとはナトリウム、カリウムじゃないんや。この商品のミネラルとはナトリウムとカリウムのグレープフルーツ、レモンのことです。